水原、衝撃の新事実。ドジャース、大谷翔平投手の通訳として、今年3月までサポートしながら、違法スポーツ賭博関与などの疑いで解雇された水原一平氏が、大谷の銀行口座から違法賭博の胴元に送金した額が1600万ドル以上であると、11日、複数の米メディアが報じた。これまでは450万ドル以上とされていた。米連邦検察が銀行詐欺の疑いで水原氏を訴追したことも明らかになった。LA タイムズで日本人の母をもって日本語も流暢に話す名物コラムニストのディラン・ヘルナンデス記者は自身の X に水原一平の連邦刑事告訴。M. エストラーダ連邦検事は水原が銀行詐欺で告発されて1600万ドル以上を盗んだとした。エストラーダ検事は大谷は完全に被害者だと言っているなどと投稿。スポーツ専門局、エスプンのリポーター A. ゴンザレス氏も X に大谷翔平の通訳だった水原一平が大谷の口座から1600万ドル以上を違法なスポーツブックメーカーに送金したことが発覚し、銀行詐欺で訴追されたと連邦当局がロサンゼルスの裁判所で発表したとした。日本ハムで通訳をしていた水原元通訳は、大谷がエンゼルス入りした18年から専属通訳としてサポート。車の運転や練習のサポートなどもしてきたが、3月20日に韓国ソウルで行われた開幕戦後に違法賭博の関与が明らかになって解雇された。生涯中止マイナス訓戒の大谷翔平。大谷も気づけよとは思うけど、これが本当ならやべえな。さすがに、これだけ使われていて大谷はもっと早く気づけたなかったのかね。こうなると、組織から物理的な脅迫を受けていたので、やったと想像してしまう。24億って、大谷さん気づかなかったのか。よほど金に無頓着なんだな。そこにつけ込まれたのかもしれないが。本当に大谷さんは野球のことしか考えてないんだな。ますます好きになった。矢沢永吉も応用されて、頑張って歌って完済したのを思い出した。大谷も無頓着なのか。いや、信頼してたんだよね。取り返すために訴えるべき。アメリカでも刑事と民事は別のはず。未だこれ以上あるということ、60億超えるんじゃないかな。良い人のように近づいて金を盗む悪の典型的だね。24億円、必死に隠れながら、変に頑張って、5億円の裏金作りをしていた、政治家たちが、単なる馬鹿に思える。ちょっと一般人には想像もつかない金額だが、この問題どう決着するか？人生ギャンブラー。